ハローアースノイド。もしも残された一機がバスターガンダムだったら、に対する、ネットの反応をお送りするよ。盾持ちやなかったら、不可能を可能にする男が宇宙で爆散してしまうやろ。盾がある機体ならいける。他の4人中1人が、バックパックなしのストライクになってしまうってのも結構アドバンテージ。ストライク以外の4機じゃ、どの機体でもアラスカまで無理やろ。バスターは最初が鬼門すぎる。撃ったらコロニー崩壊なんだもの。キラ、グレートー。バスターだと完全に無理、ラゴー戦が無理ゲー。どの機体でもキラがいればなんとかなりそう。スーパーコーディネーターだからセーフだぞ。スーパーヒーローキラ純章が素手でモビルスーツ倒しまくってザクトは全滅だろ。バスターキラが乗り換えに先駆けて、フルバースト決めるところちょっと見たい。バスターって確か劇中撃墜数1なんやろ。キラさん乗ったらさらに無双待ったなしやん。バスター残してたら地球降下までにクルーゼ隊皆殺しにされそう。とりあえず何かしらの近接武器は増設されそう。置いていかれたであろうエールのビームサーベルとソードの体感等で。ビームサーベルってそんなスペース取らないんだし、前期に装備させてあげればよかったのに。よく勘違いされがちだけど、初期 GAT は別にガチの実戦想定してたわけじゃないんだよ。モビルスーツ開発ってよくわからんから、とりあえずいろいろ作ってテストしてみるかって段階だから、この時点でそこまで求めるのは酷。試作機の X ナンバーだしね、本番は量産タイプのダガーたちだし、バスターダガーはビームサーベル使えるって安心感がすごい、なんか高近接装備一切なしは清いけど、すごく不安になるし。これバスターガンダムとほぼ同性能ってすごいよな。メイン火器は同じ。フレームに関しては完成形のストライク由来の105ダガーベース。ミサイルは減ったけどその分軽くなって機動力確保。走行は通常走行だから稼働時間は伸びてる。味方によっては普通に向上してるかもな。とりあえずキラがバスターに乗ってたら、連合の量産機がバスターダガーになってしまうね。まあストライカーパックさえあればどれでも対応できたでしょう。ストライカーパック装着できるん？それならワンチャン。ストライクと一緒にストライカーパックも一式強奪されるんじゃねえかな。1話の状態なら素の状態で持ってくんじゃないの。バスターよりデュエルが残る方が悲惨では、あいつパッとした装備ないし。ザクト製のストライクアサルトシュラウドとかストライクハイマニューバーになるだけだと思うわ。設計者ストライクは乾燥機能、イージスは変形と大型ビーム砲、バスターは砲撃戦特化、ブリッツは隠密性、デュエルは。デュエルが最初に作られて他の4機の元になったんやぞ。デュエルが残されてたらそれこそ初代ガンダムっぽい感じになる。まあ立ち位置的には RX781 ガンダムなんだけどな。デュエルは仮にデュエルが残ってもストライカーは残ってるから使えるように回収して済んだと思うよ。ストライクアサルトシュラウドみたいなことになるんやろ。毎回言われるけど、ヘリオポリスからオーブに着くまでのアークエンジェルにモビルスーツを改造してる余裕はない。実際獅子でぶん殴ったり海中や砂漠でも無茶な運用しまくったのに、オーバーホールできたのはオーブに入国してからだし、思い返すとまあまあ乱雑というか荒い使い方してるな。まだまだ初期型はフレームがぶっ壊れやすいんで遠距離でバスターの方がキラには合ってる気がする。ストライクのフレームは最後期開発でめちゃくちゃ優秀だからよし。むしろ完成度がストライクほどじゃないバスターやデュエルのフレームで、あの狂った運用してたら壊れてたかもしれない。ストライクも強奪されたんならむしろザクトがどんなストライカー作るかって方が気になる。多分盗むモビルスーツは最初から確認決まってて、その場のノリでこれ俺、とかしたんじゃないだろうから、バスターが残ってるってことはディアッカはもう、バスターって格闘戦対応できそう？キラはしょっちゅうキックするからそれで、ぶっちゃけソードはそこまで必要じゃないし、エールのブースターとサーベルが使えればいいんじゃないかなって。こんな感じでもられる？これほんと好き。パーフェクトグレードストライクでグランドスラムの設定を起こした当初は、近接武器のないバスター用に検討をしていたって書いてたけど、バスターがあのデカブツ振り回す様子が想像できない。なんならストライクにも似合わない。格闘武器がないのでニコルが真っ二つになるバンクが使えなくなる。ゼロ距離射撃シーマ様案件にニコルがなる。続編の乗り換え機体名がバスターフリーダムになる。強そう。突然の抜擢。なんだこの落ち着きのない仮面ライダー。
ストライクが残ったのは割と幸運だよね。バッテリー回復できるストライカーパックの存在と、バッテリー切れでも効果的な武器になるアーマーシュナイダー持ちだったのも不幸中の幸いだった。この両方がなかったらたびたび起こったバッテリー切れでなすすべなく積んでた。アーマーシュナイダーは全機共通でよかったよね。というかストライクじゃなくてデュエルに付くような武器な気がする。バスターの後継みたいなカラミティにも近接武器つかなかったな。あれはわずかでも火力にエネルギー回したかったのかな。一応盾の先端がだと強武器になってる。別にいらんよね感するけど。ウィングガンダムなんかも盾の先端で、シールドバッシュしたことあるしあるに越したことはないだろう。ただのシールドでも別に。もしイージスが残ったら、アスランが死んでるのが一番でかいと思う。なんつうか、割といい意味で。まあけどあの状態でアスランが死ぬようなら強奪自体が失敗して全滅してると思う。獅子にサーベルついてるイージスにキラさんが乗ったらとんでもない残虐ファイトしそう。あの蹴り癖と合わせるとやばい。殴るのも得意だしね。ストライクとイージス逆だったらバックパックないしアスランきつかったな。アスランこのストライクって機体武装がナイフしかないんか。デュエルとストライクの比較してエザークがクソほどイキリ倒しそう。親父のコネ使ってバスターかデュエルと強制交換や。残った機体がブリッツでニコルが死んでたら、アスランが最初からシュラみたいになっててそれはそれできつそう。逆に一機も奪われなかった場合キラがいろいろ乗り回すのか、旧友が乗る羽目になるのか。それならパイロットも無事だぞ。相手がフェーズシフト走行じゃなければ近接ミサイルで一掃できるし、案外バスターでもどうにかなったのでは。というか砂漠に降りた直後くらいまではストライクもほぼランチャーで運用してる感じだし。アグニエルボーや踏みつけゼロ距離アグニがインパクト強いけど、砂漠でランチャー使ったのウイジンくらいじゃないっけ。だいたいエールで大暴れしてた記憶がある。1話の時点で積み要素あったのって初代、ゼータ、だね、エイジくらいか。言うて初代はジーンがおとなしく帰ってたらシャアたちは正規パイロットの乗った。ガンダム3機プラスガンキャノンやガンタンク数機と戦う羽目になったかもしれんのやで。ゼータはジェリドが余計なこと言わなければピターンズが勝ってたな。距離的に聞いたというよりはニュータイプ能力で思考を読み取ってるから思った時点でアウトやぞ。前期奪ってたらミゲルがストライクか。ラスティーナ、ナチュラルのおばさんに銃撃戦で負けるザフトレッドがいるらしい。あのおばさんそういや続編でも潜入してきた暗殺者集団も普通に返り討ちにしてたわ。ラスティーとかいう魔竜に射殺されるコーディネーターの恥さらし。ワイも最近まで勘違いしてたけど魔竜じゃなくてモブ兵士に殺されてるで。